国道257号起点静岡県浜松市西区篠原交差点付近国道257号は静岡県浜松市西区から岐阜県高山市に至る一般国道である。静岡県浜松市北区稲佐町起点の浜松市から旧国道1号の区間であった浜松駅付近などを経由し愛知県では蓬来寺山の西側など奥三河の山間部を通行する。 その後、岐阜県では岩村城跡や付地橋の付近を通行し、舞台峠を越え、下路市で国道41号と一部重複した後、終点の鉱山市へ至る路線であるが、高山市清見町から同市昭川町内に普通区間が存在する。愛知県新城市の国道420号との重複区間の一部と、岐阜県下路市の旧麻ゼムラ地区の一部に協力区間が残るが、 その他の区間は片側1車線の道路が確保されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。豊田市稲部地区から設楽町方面にかけては、約 5km にわたる下り坂や急カーブがある、区間である。また、豊田市川市町地区の川出トンネル内は、自己抑止目的で、時速時速 50km の制限速度で走ると、 同様、どんぐりコロコロが車の振動で奏でられるメロディートンネルになっている。したダムの建設に伴いした町内の一部区間が水没する予定であり付け替え道路が建設予定である。浦木祖街道の標識岐阜県下路市見前の国道256号との重複岐阜県中津川市付地町トンネル、川出トンネル愛知県豊田市川市。 長過橋北設楽郡設楽町の設楽大橋道の駅、国道19号との分岐岐付県になし島町、中野、ありがとうございます。